ライフは1883年から1936年までアメリカ合衆国で発行されていた週刊の雑誌である。1936年に創刊したグラフ雑誌、ライフの前身であるが、その内容は全く異なる。ライフは1883年から1936年までの53年間はイラスト、ジョーク、社会評論を中心とした 大衆向け総合雑誌として発行されていた。チャールズ・ダナ・ギブソン、ノーマン・ロックウェル、ジェイコブ・ハートマン・ジュニアといった当時の人気の作家、編集者、イラストレーター、漫画家を起用していた。当初の編集者であるジョン・エームズ・ミッチェルが1918年に亡くなった後、ギブソンが編集者兼雑誌のオーナーになった。総合雑誌時代の最後には、ザ・ニューヨーカー氏のものに似た。 ニューヨークで上演中の演劇や映画の単表が掲載されていた。1936年、タイム氏の発行者のヘンリー・ルースがライフのブランドを買収し、アメリカ初の全ページ写真入りのニュース雑誌として新しい雑誌を創刊した。1924年1月24日号の表紙、ライフは1883年1月4日、ニューヨーク市のブロードウェイ1155番地で、 ジョン・エームズ・ミッチェルとアンドリュー・ミラーのパートナーシップにより相関された。ミッチェルが75%、ミラーが25%を出資し、二人は亡くなるまでその持ち株を保持していた。ミラーは初期会計係を務め、運営のビジネス面でも成功を収めた。ミッチェルは当時37歳のイラストレーターで1万ドルの遺産を投資し、発行者を務めた。また、 ミッチェルはアインメッキ版を使用した画期的な新しい印刷プロセスを利用し、イラストやアートワークの再現性を向上させた。これにより、既存の総合雑誌、ジャッジやパックに対抗しようとした。エドワード・サンド・フォード・マーティンがライフの最初の文芸編集者に就任した。彼はハーバード大学を卒業したばかりで、大学ではハーバード・ランプーンを創刊させていた。 ライフのモットーは、ホワイルゼアーズライフ、ゼアーズホープだった。総う看護で、その理念と方針が次のように読者に示された。私たちはこの雑誌で、少しでも楽しいことを提供できればと思っています。不親切な世界に漂っている、何気ない大きさを、できるだけ飼いならしていこうと思っています。宗教について、政治について、ファッションについて、社会について、 文学について、舞台について、証券取引書について、警察署について、心の中にあることを知っている限り、公平に、正直に、きちんと話していこうと思っています。この雑誌は、成功を収め、すぐに業界を代表する人物が寄稿するようになった。その中でも特に重要なのは、チャールズ・ダナ・ギブソンである、雑誌総監の3年後、ギブソンは初めて、 ライフに絵を提供した。それは、犬小屋の外で月に向かって吠えている犬の絵で、原稿料は4ドルだった。他に、パーマーコックス、A.B. フロスト、オリバー・ハーフォード、E.W. ケンブルといった有名なイラストレーターがライフに絵を提供し、ジョン・ケンドリック・バングス、ジェームズ・ウィットコ・ムライリー、ブランダー・マシューズらが寄港していた。統計ユダヤ人のニューヨークへの移住率が高かった。 時代であり、ミッチェルは反ユダや主義的であるとして非難された。1903年に、シカゴで起きた色恋劇場火災の原因として、同志が、クローアーレンジャーの劇団を非難したことで、全国的な騒動になった。ライフに寄稿した演劇評論家、ジェームズ・ステッドソン・メトカーフは、シアトリカル・シンジュケートが管理するマンハッタンの47の劇場から出入り禁止となった。 ライフは巨大な花を持つユダヤ人を描いた風刺漫画を掲載した。ライフは新しい才能を発掘する場となり、特にイラストレーターの間ではその傾向が強かった。1908年、後にビリー・ブイット・ワノットで有名となる漫画家、ロバート・リプレイがライフ氏に初めて漫画を掲載した。ノーマン・ロックウェルはタイン。 TU が1917年5月10日号の表紙を飾ったのをはじめとして、1917年から1924年の間に28回にわたって、ライフの表紙を飾った。ザ・ニューヨーカー氏の初代アートディレクター、レア・アービンも初めて表紙の絵を描いたのは、ライフだった。チャールズ・ダナ・ギブソンは、この雑誌の初期の数十年で、最も有名なキャラクターを創作した。 彼が生み出したギブソンガールは1890年代にライフ氏に初めて登場し、その姿はアメリカの理想の女性の具現像となった。ギブソンガールは出版界でセンセーションを巻き起こし、ファッションの歴史に名を残すことになった。この時代のライフ氏は政治や国際問題に関して激しい新米的な社説を発表していた。ミッチェルとギブソンは 1914年にドイツがベルギーを攻撃した時に激怒し、アメリカを第一次世界大戦に参戦させようとキャンペーンを展開した。ギブソンはドイツ皇帝ビルヘルム2世をアンクルサムを侮辱し、フグの兵士を嘲笑し、赤十字の看護婦を射殺する血まみれの狂人として描いた。ミッチェルは1917年4月のアメリカの第一次、 世界大戦参戦を見届けた後、1918年6月29日に亡くなった。ミッチェルの死後、ギブソンが100万ドルでライフ氏を買収したが、世界は変わっていた。家庭的なユーモアが主流の低粛なギブソンガールズが床まで届くような長さのドレスを着ていた陽気な90年代ではなくなっていた。第一次世界大戦が読者の思考の変化に拍車をかけた。 ライフのブランドだったクリーンで教養のあるユーモアは、ソヤンで性的で、シニカルなものを求める読者の思考に合わなく、なり始めていた。ライフは、このような思考に合わせた、新しい競合誌との競争に苦戦していた。ギブソンは、ライフを買収して3年余りでそれを手放し、発行者のクレール・マックスウェルと会計のヘンリー・リヒターに、譲渡した。ギブソンは雑誌への積極的な関心を失い、 メイン集で絵を描いて、余生を過ごした。会、X ・ライオンデッカーによる1922年の、表紙、フラッパー1920年、ギブソンは、バニティフェアの元編集スタッフだった、ロバート・ E ・シャーウッドを編集者に選んだ。第一次世界大戦の退役軍人であり、アルゴンキンの円卓のメンバーだったシャーウッドは、洗練されたユーモアを取り入れようとした。 1920年以降、ライフは禁酒令に反対する運動を展開した。また、フランク・サリバン、ロバート・ベンチレー、ドロシー・パーカー、フランクリン・ピー・アダムス、コリー・フォードらが寄稿し、ラルフ・バートン、パーシー・クロスビー、ドン・ヘロルド、エリソン・フーバー、H.T. ウェブスター、アート・ヤング、ジョン・ヘルド・ジュニアらがイラストや漫画を提供した。ジャズ・エイジから、 世界恐慌に突入すると、ライフ氏は資金と高読者を失った。マックスウェルと編集長のジョージ・カリー・エグルストンが引き継いだ頃には、週刊誌から月刊誌に変わっていた。二人は時代に合わせた編集スタイルの見直しに取り組み、それにより新しい読者を獲得した。スタッフには優秀な人材が揃っていたにもかかわらず、ライフは前世紀を過ぎ、財政破綻へと向かっていた。 1925年2月に創刊されたザニューヨーカーはライフの特集やスタイルの多くを模倣しライフの編集や美術のスタッフを引き抜いていったライフの発行部数にさらなる打撃を与えたのはバリー風や風衣といった不道徳なユーモア雑誌だった1933年にはエスクアイアが新たな競合誌として登場した総合雑誌としてのライフの晩年は 利益を上げるのに苦労した。1936年、マックスウェルは雑誌の売却を決断した。編集者をすでに引退し、80歳になっていたエドワード・サンドフォード・マーティンは、ライフの総合雑誌としての最終号に文章を寄稿するように求められて、次のように書いた。ライフが新しい所有者と指導者の手に渡ることは、1883年1月の、 その誕生を見届けた唯一の生存者にとって最も鮮烈な出来事です。私としてはライフに幸運が訪れますように、恵みと慈悲と平和、そしてどちらに向かえばいいのか、次に何が起こるのかもわからない混乱した世界にライフが役立つことを願っています。新しい声が必要とされる音を出すための素晴らしい時です。1936年。 タイム氏の出版社のヘンリー・ルースは、ライフのブランドを9万2千ドルで買収した。それは、ライフという名前が彼の出版社、タイム社にふさわしいと考えたからである。タイム社は、ライフの購読者リスト、特集記事、営業券をジャッジ氏に売却した。タイム社は、写真を中心としたニュース雑誌として、ライフを1936年11月23日に、創刊した。 ありがとうございます。